タンパベイレーズはメジャーリーグベースボールアメリカンリーグ東地区所属のプロ野球チーム。本拠地はフロリダ州セントピーターズバーグにあるトロピカーナフィールド。球団創設は1998年。アリゾナダイヤモンドバックスと共に球団拡張の一環としてタンパベイデビルレーズとして誕生した。このデビルレーズという愛称はフロリダ湾に多く生息する。 糸間経緯に由来する。2008年に愛称からデビルの文字を取り、タンパベレーズと解消された。球団シンボルは同じくレイだが、これまで同様イと共に、光線も意味するものに変わった。デビルレーズ時代の10年間の通算成績は645勝972敗で、2004年の地区4位以外は、 球団創設以来すべてのシーズンで地区再開だった。勝ち越したシーズンすら一度もなく、シーズン70勝に達したのも2004年のみだった。2008年、球団創設11年目で、初の地区優勝とリーグ優勝を達成、当時在籍していた岩村秋のりも優勝に大きく貢献した。ワールドシリーズに進出し、アメリカでレーズ旋風を巻き起こす大躍進を遂げた。 観客動員数はデビルレイズ時代の長期にわたる成績低迷により2000年以降の観客動員総数1試合平均観客数は共にアメリカンリーグの中でワーストを継続するなど伸び悩んだ。しかしリーグ優勝を果たした2008年には観客動員数を大幅に伸ばしている。球団名がデビルレイズの時期チームはいわゆる万年再開の状態であり、 長く低迷期が続いていたが、幸いにも完全ウェーバー制を採用しているドラフト会議では、毎年のように将来有望な若手選手を優先的に獲得することができた。そのため、カール・クルフォード、ロッコ・バルデッリ、BJ ・アップトン、デルモニアング、エヴァン・ロンゴリア、デビッド・プライスといった有望選手を次々と上位指名し、いずれもチームの中心選手として成長している。 また他にもドラフト上位選手ながら、打球団では、目が出ず、出場機会を求めて、レーズに移籍する選手も多い。反面、目先の選手補強にこだわり、将来有望な若手選手を打球団に放出、MLB で、中堅クラスの選手やピークを過ぎたベテラン選手を獲得するケースも少なくなかった。年に、チームは、MLB 機構が年のニューヨークメッツ シカゴカブス開幕戦を日本で開催して以来日本で2度目となる開幕戦に参加した。日本での MLB 開幕戦に参加した一つの要因としてデビルレーズ名を日本の MLB ファンにも認知してもらいたいという球団の目論みがあった。開幕に連戦の対戦相手はニューヨークヤンキースで松井秀喜の日本外戦試合となった。試合は東京ドームで行われ、 開幕試合は8対3で勝利。2試合目は1対12の敗戦であった。フロリダ州西海岸のセントピーターズバーグやタンパは、1年後、通じて穏やかで温暖な、気候なため、古くからメジャーリーグチームの春季キャンプの地として知られている。まず、1913年にシカゴカブスがタンパに、キャンプ地を移したと言われ、1922年には、 ボストンブレーブスもセントピーターズバーグでキャンプを行うようになった。以来、多くの球団が両都市をキャンプ地として選び、地元に多くの野球ファンを生み出すこととなる。2008年現在、メジャーのキャンプ地があるのはフロリダ州とアリゾナ州のみであり、フロリダ州には17球団がキャンプ地を構え、グレープフルーツリーグと呼ばれるオープン戦が行われている。その後、 地元にはフロリダステートリーグと呼ばれるマイナーリーグチームも存在していたが1980年代に入るとメジャーリーグチームを誘致しようとする動きが活発となる。1990年にはドーム球場であるフロリダサンコースとドームが会場。この頃 MLB 機構は球団拡張の計画について1993年シーズンに 実行する予定があることを発表した。この計画を受け、地元にメジャーチームが誕生することが期待されたが、結局はデンバーとマヤミにフランチャイズ権が与えられた。1992年にはサンフランシスコジャイアンツのオーナーだったボブルーリがマイク・ピアザの父親であるビンス・ピアッツァ・ラが代表を務めていたフロリダに拠点を構えていた投資家グループに球団を売却し、 地元、セントピーターズバーグに本拠地を移す計画を立てた。しかし、この計画も MLB 機構やサンフランシスコ住民の反対によって実施されなかった。1995年、MLB 機構は再び球団拡張を実行することに決定した。フランチャイズ権がフェニックスとともに、セントピーターズバーグにも与えられ、メジャーリーグチームが誕生することとなった。 これによって、新球団の設営が急がれることになり、チャック・ラマーが球団社長兼 GM に就任。球団名は、タンパベイ・デビル・レーズに決定した。これに伴いフロリダ産コースとドームも、野球専用球場に改修され、それまで同球場を本拠地としていた NHL のタンパベイ・ライトニングや、AFL のタンパベストームもそれぞれ本拠地を移した。1997年には、 球場名もネーミングライツを獲得したトロピカーナ社によってトロピカーナフィールドに変更。同年には名投手コーチとして知られているラリー・ロス・チャイルドが初代監督に任命され、同年のエクスパンションドラフトによって35人の選手を獲得した。1998年3月31日、本拠地トロピカーナフィールドにおいて対戦相手にデトロイト・タイガースを迎え、 チーム初試合を行った。開幕投手はサワン・ウィルソン・アルバレスが務め、ウェード・ボックスがチーム初本塁打を放つなどの活躍を見せたが、試合は6対11で敗れた。この時のデトロイト・タイガースは同じく左腕のジャスティン・トンプソンだった。しかし、翌日の試合で初勝利を挙げると、そのまま白星を重ね、19試合を終えた時点で11勝8敗の スタートを切った。しかし、自力の差が出始めたのか、シーズン中盤になると、負けが込むようになり、6月30日からは、泥沼の11連敗。その後は再開でシーズンを過ごし、最終的に、首位ニューヨークヤンキースと51ゲーム差の63勝99敗で、シーズンを終えた。そしてこれ以降、2003年まで6年連続で、再開のシーズンが続くこととなる。 翌九百九十九年には、ホセカンセコンが加入し、三十四本塁打、十五打点を記録。また、シーズン途中の八月七日には、本拠地、トロピカーナフィールドで、ボックスが、通算三千本安打を、本塁打で記録した。ボックスは、同年限りで引退を表明し、二千五年には、野球殿堂入り、引退の翌年には、背番号である、十二が、 チームの永久欠番に指定された。またこの年、35歳の高齢でメジャーの入団テストを受け、2年間デビルレイズに所属したジムモリスの活躍は、後年、オールドルーキーというタイトルで映画化されている。2000年には、打線の迫力不足を解消するために、ビニー・カスティーヤ、グレッグ・ボーンを獲得。これで、カンセコ、カスティーヤ、ボーン。 フレッド・マグリフというシーズン35本類代上を記録したことのある選手4人が揃ったことから強力打線を売りにして再開からの脱却を図った。しかし、マグリフが9大点の成績を残した以外はいずれの選手も故障や不審などで期待を大きく裏切り、チームは69勝92敗で3年連続の再開に終わった。2001年は、 開幕から4勝10敗という成績不振により、4月18日に球団はロスチャイルド監督を解任。後任にはベンチコーチだったハルマクレーがそのまま監督に就任した。この頃にはランディ・ウィン、オーブリー・ハフといった若手選手が対等し始め、2002年には若干20歳のカール・クロフォードがメジャーデビューを果たした。しかし、 チームの勝利にはつながらず、2001年は62勝100敗を記録。翌2002年には、球団史上ワースト記録となる14連敗を喫するなど、球団史上ワーストとなる55勝106敗を記録し、マクレー監督もこの年限りで解任された。2003年には前年まで、シアトルマリナーズを率いていたルーピネラが監督に就任。この年もだったが、 同年には、ロッコバルデッリがメジャーデビューし、新人王投票で3位に入る活躍を見せた。また、クロフォードが55盗塁を記録し、球団初の個人タイトルとなる盗塁王を獲得している。2004年は70勝91敗ながら、球団新記録となる12連勝などもあり、地区4位でシーズンを終え、球団史上初めて下位を脱出した。同年には、 BJ アップトンが19歳という、球団史上最年少でメジャーデビューを果たしている。同年オフには、開幕投手を務めたビクター・ザンブラーノと、ニューヨーク・メッツのスコット・カズミアーをトレード。カズミアーは、翌2005年にメジャーデビューを果たし、10勝9敗、防御率3.7774脱三振と、エース級の働きを見せた。また、 この年には、野茂秀夫も在籍し、NPB、MLB 通算200勝を達成している。しかし、チームとしては67勝95敗で再び、最下位に沈み、ピネラ監督も4年契約の1年を残したまま、辞任した。2006年には、経営陣、GM、首脳陣の大幅な入れ替えを断行。GM 兼副社長には、 元エリートの銀行マンで二十八歳のアンドリュー・フリードマン監督にはかつてロサンゼルス・エンゼルスでベンチコーチを務めマイク・ソーシア監督の参謀役として二千二年のワールドチャンピオンに貢献したジョー・マドンが就任した。しかし、球団創設以来の弱点である投手陣の弱さは致命的で開幕から再開が続き六十一勝百一敗と四年ぶりの百敗シーズンと なってしまった。この年はホームでは41勝40敗と、勝ち越したが、アウェーでは20勝61敗と大きく負け越した。2007年には、ポスティングで東京ヤクルトスワローズから岩村、秋則が加入し、ボストンレッドソックスから加入したカルロスペーニャが46本類が、121打点と大爆発し、本類だ、打点、死球、出塁率。 超打率の球団記録を塗り替えた。他にもクロフォードが MLB 史上7人目となる5年連続での打率上昇を記録。チームとしては5月初めまではチクニーに食い込む検討を見せたが、7月に大きく負け越し、最終的に66勝96敗で最下位に終わった。原因はやはり投手陣で防御率、失点などの数字で、のきなみリーグワーストを記録。 特に先発以降は、壊滅状態で、リリーフ陣の防御率6.16という成績は、過去50年間で、MLB ワーストであった。しかし、カズミアーが3年連続2桁勝利となる13勝と239奪三振で、最多奪三振を獲得、ジェームズ・シールズがメジャー2年目にして12勝を挙げるなど若手、先発投手が成長したシーズンでもあった。 レーズ旋風2007年11月に球団名をタンパベイレーズに変更するとの発表がなされた。これに伴い、球団イメージもこれまでの A から光線に変更され、ユニフォームやロゴも一新、チームカラーはこれまでの緑と白からネイビーと薄い、青色に変更された。レイは地元フロリダ湾に多数生息する A の意味も合わせ持つため、 ユニフォームの左袖にはこれまでドーリエイの図柄が残っている。なお、前チームカラーの緑は地元名産のグレープフルーツの葉の緑を表していた。これはトロピカーナフィールドのネーミングライツを持つトロピカーナ社を意識したものと言われる。新しいチーム名を発表したスチュアート・スターンバーグオーナーは新たなレベルと成功を目指すチームを後押しするはずだと述べ、 新ユニフォームを披露したクロフォードは、ここからスタートを切るような、初めて学校に行く時のような、清々しい気分だ。気持ちがプレーに出るというから、いいプレーができればいいんだがと低迷を続ける、チームからの脱却を誓っている。しかし、この新作ユニフォームに対する周囲からの評判は、今一つである。また、2012年会場を目指し、 新本拠地の建設計画も発表されていた。しかし、チームは、球団名から、デビルを取った途端に、別人のような姿を見せた。その要因として、前年の木並みに、ワースト記録を更新していた、投手陣が、この一年で完全に好転。特に先発陣は、エース格のスコット・カズミアーや、ジェームズ・シールズだけでなく、前年デビューのアンディ・ソナンスタイン、 長年期待されながら殻を破れなかったエドウィン・ジャクソン、新加入のマット・ガーザーが揃ってブレイクし、先発人5人全員が10勝以上を成し遂げる、好成績を残した。それだけでなく、JP ハウエルや、グラント・バルフォア、ダン・ウィーラーなどのリリーフ陣も成績が大きく、向上した結果、従来からは考えられないほど接戦に強くなり、1点差や2点差で、勝利をものにする試合が格段に増えた。 野主人は岩村明のとジェイソン・バートレットの真に勇敢コンビに象徴される強固な守備力で投手を助けた。打撃面では前年の打撃力の中心を担ったアプトンやペーニャが前年ほどの結果を残せず後半戦にクロフォードの戦線離脱で低調になったがリードオフマン岩村の安定した活躍や彼の代わりに三塁に入った新人エヴァンドンゴリアが 本塁打を量産し、新人王を獲得した。他は、ウィリー・アイバーや、ゲーブ・グロス、エリック・ヒンスキーなど、レギュラー、準レギュラーの垣根を超えた選手たちの活躍で乗り切った。そのため、レイズは、非常に選手の日替わり起用が多く、ペーニャもそのことについて語っている。また、8月にロンゴリアは骨折で、約2ヶ月間という長期離脱を強いられるも、ペーニャが復調し、 前年通り手法の役目を果たしたため、板では最小限となった。投手陣と堅実な守備になった野手陣の守りの野球で開幕から好調を保ち、近年毎度のようにニューヨークヤンキースとボストンレッドソックスが優勝争いをしていた MLB で最もハイレベルな地区と言われるアリーグ東地区で前年覇者のレッドソックスと首位争いを展開。 春先は前年までのこともあって、春の陳事、勢いだけ、いつか落ちるだろうなどとレーズの突然の快進撃について周囲からは、冷ややかな反応が多かったが、その後もそういった声を嘲笑うかのように着実に、レーズは白帽子を積み重ねていった。7月の休援直前に今季ワーストとなる7、連敗を喫して一度周囲から陥落すると、レーズもここまでかと思われたが、 休園明けからの後半戦に入ると再び勢いを取り戻し首位を奪還。一時は2位、レッドソックスに最大で5.5ゲーム差をつけるなど着実に首位を改装していた。しかし、9月に入って初優勝への重圧がかかり始めたのか負けが込み始めた。そこへ、前年覇者のレッドソックスが9月中旬には0.5ゲーム差、下旬には ゲーム差なしまで肉薄してきたが、直接対決ではいずれも2勝1敗と勝ち越して、主位陥落を阻止し続けた。9月20日に、球団創設11年目で初となる、プレイオフ出場の切符を手にすると、地区優勝まで M1 で迎えた9月26日、試合はデトロイトタイガースに敗れたものの、二位のレッドソックスがヤンキースに敗れたため、ついに球団創設年目で、 初の地区優勝を飾った。最終的に、これまでのチーム最多勝ちである2004年の70勝から27勝も、多い97勝65敗勝率。599でシーズンを終え、球団新記録を樹立した。ディビジョンシリーズでは、シカゴ・ホワイトソックスと対戦。投手を中心とした守りの野球をシーズン通り、忠実に行い、3勝1敗で突破。 リーグチャンピオンシップシリーズでは、同地区で優勝争いを展開したレッドソックスと対戦。アプトンとロンゴリアが本塁打を量産するなど打線が爆発し、4戦で3勝1敗と前線していた。しかし、勝ては、初のワールドシリーズ進出となった第5戦、7回に、島で7点をリードしながらその後に一気に8点を失い、悪夢の逆転さよなら負けを起死した。 続く6戦もホームに戻ったものの、敗れて逆王手と追い詰められる。しかし、第7戦では3から1で、レッドソックスを振り切り、球団創設初の地区優勝に加え、アメリカンリーグ優勝を成し遂げた。最高主君選手賞には、シリーズ2賞のマットガーザが選ばれた。球団創設11年目にして、初のワールドシリーズは15年ぶりになリーグを制した。 フィラデルフィア・フィリーズと対戦することになった。ホームでの第一戦を落としたものの、第二戦を勝利し、一勝一敗とタイにして、敵地シチズンズ・バンク・パークに乗り込んだ。しかし、敵地での初戦となった第三戦に、さよなら負けを喫し、第四戦、天候不良の影響もあって、ワールドシリーズ史上初となる、サスペンデッドゲームとなった第五戦も敗れ、敵地では三連敗を喫してしまい。 結果1勝4敗で敗れた。それ以降2009年は主力の不調で3位に終わるも2010年はオーナーが年俸増額を承認し、2008年のリーグ制覇のメンバーがいる最後のシーズンということもあり、多くの主力をトレード、または FA で格安補強に成功。トレードで獲得したラファエル・ソリアーノが球団史上初の最多セーブを獲得。 そこから一気に2位に落ちることなく2年ぶりの地区優勝を飾った。しかし、ディビジョンシリーズでテキサスレンジャーズと対戦。お互い譲らないまま最終5戦目までもつれ込むも、クリフリーラを要する協力投手陣に、ホームで痛恨の全敗に終わり、リーグ優勝を逃した。2011年は主力を放出し、我慢のシーズンになり、一部メディアでは最下位に終わる、予想もあったが、 若くフレッシュな投手陣が大健闘した。終盤にレッドソックスが一気に失速し、ワイルドカード争いはシーズン最終戦までもつれた。9月28日の最終戦、一時は7対0でリードされていたが、そこから驚異的な逆転でワイルドカードを獲得し、プレーオフ進出。しかし、ディビジョンシリーズでは前年と同じレンジャーズと、 対戦するも今度は逆に粘れず前年の返り討ちを暗いシーズンを終えた。しかし、この年はドラフトで主力放出の保証で得た一巡目指名権を使い、12人指名し全員が入団した。2012年は畜産位に終わる。フェルナンド・ロドニーが76試合48セーブ、防御率0.60という驚異的な成績を残した。オフには、 生え抜きエースのジェームズ・シールズをトレードで放出した。2013年はワンゲームプレイオフとワイルドカードゲームを制して2年ぶりにポストシーズンへ進んだ。ディビジョンシリーズでは2008年のアルックスで対戦したレッドソックスと対戦したが1勝3敗でアルックス進出を逃した。低迷2014年は3年目のクリス・アーチャーがエースとしてブレイクしたが 7年ぶりに負け越しに転じた。2015年は3年目の中堅守、ケビン・キアマイヤーが、守備防御点プラス42という、全ポジションで、歴代最高となる守備力でブレーク。5年目のブラッドボックスバーガーが、最多セーブとなる41セーブを記録。2016年開幕前の3月22日に、キューバ共和国ハバで、野球キューバ代表と親善試合を行った。 夏のトレード期限までに、生え抜きのマットムーは、ブランドンガイアを、トレードで放出した。5年目のアレックス・コロメが37セーブ、防御率1.91でブレーク。しかし、チームとしては94敗を喫して、デビルレーズ時代の2007年以来9年ぶり、レーズになってからは、初の蓄災会となった。2017年の夏のトレード期限までに、 ドラフト全体一位指名で伸び悩んだティム・ベッカムを放出した。9月24日にルーカス・ドゥーダが本塁打を記録し、これが球団シーズン217号本塁打となり、球団新記録となった。アレックス・コロメが最多セーブとなる47セーブを記録。オフには、生え抜きで10年間プレーし、通算打撃部門で多数の球団記録を持つロンゴリアをトレードで放出した。 先進的な戦術採用による躍進2018年はオフに投手、野手ともに主力が抜け低迷すると予想されていた。しかし5月19日に初めて採用し主戦術になったオープナーがうまくいったことやこの年のサイヤング賞を獲得したブレイクスネルの活躍などにより最終成績を90勝72敗と大きく勝ち越し勝率はリーグ3位だった。 地区では上位2チームがそれ以上の成績を残したため地区3位だった。2019年は96勝66敗勝率593のワイルドカード2位で6年ぶりにポストシーズン進出を果たした。ワイルドカードゲームには勝利したがアルズで敗退。日本時間12月17日に横浜 DNA ベイスターズから筒子を吉友を獲得したことを発表。 2020年は COVID-19 の影響で60試合の短縮シーズンに、チームは8月に勝率750と好調を見せ、最終的に40勝20敗で10年ぶりの地区優勝を果たす。勝率667はリーグ最高勝率だった。ポストシーズンワイルドカードゲームに連勝でトロントブルージェイズを下すと、アルズでは ニューヨークヤンキースを3勝2敗で破り12年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出。アルックスは昨年に続きヒューストン・アストロズとの対戦となった。2連敗スタートとなった昨年とは違い初戦から一気に3連勝するも、その後はアストロズの猛反撃にあって3連敗を喫したが、最後の第7戦で振り切って12年ぶり2回目のリーグ優勝を収めた。 シリーズ MVP には、ランディアロサレーナが、新人野手として、史上初めて選出された。ちなみに、過去に3連勝後に3連敗したケースは2004年の、アルックスでの対戦しかなく、この時は3連敗を喫していた、ニューヨークヤンキースが、ボストンレッドソックスに4連敗目を喫して敗退した、MLB 史上初のケースとなったが、 今回の三連敗を喫したチームが最終戦で四勝目を飾って勝ち抜けたケースも MLB 史上初のケースとなった。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズは両チーム初の顔合わせの対戦となった。一勝二敗で迎えた第四戦に5一球で大手をかけられる状況まで追い詰められながら逆転サヨなら勝ちで対戦成績を二勝二敗のタイに戻す粘りを見せたが、第五戦と 第6戦を続けて落とし2勝4敗で敗れたため、初のワールドシリーズ優勝はならなかった。オフにはモートンが FA となった。また、前年にサイヤング賞を受賞したエース、ブレイクスネルをトレードでサンディエゴパドレスへ放出した。2021年は、シーズン途中に前年加入の筒子を吉友、リーフとし、遊撃手のウィリー・アダメスを、ミルウォーキーブルワーズへ、 トレードで放出した。一方でトッププロスペクトだったワンダーフランコが6月22日にメジャーデビューを果たした。地元トロピカーナフィールドではカウベルを鳴らしてレイズを応援することが恒例となっている。日本では鳴り物で応援することが多いが MLB では基本的に鳴り物での応援は行わないため珍しいことである。カウベルによる応援は オーナーのスターンバーグが TV 番組サタデーナイトライブから得たアイデアで球場でもカウベルを販売しており、ほとんどの地元ファンがカウベルを持って試合観戦を行っている。レイズのチャンス等ではファンがカウベルを鳴らし、ドーム球場ということもあって、カウベルの音が球場中に響き渡り、独特の雰囲気を醸し出している。また、2008年シーズンには選手やファンの間で、 モヒカンスタイルが流行している。発端となったのは、岩村秋則と言われ、校長を維持していた、ソフトモヒカンの岩村をあやかって、他の選手が真似をし、真似した選手も調子を上げたことから、半数以上の選手がモヒカンとなった。果ては、マドン監督までもモヒカンにし、ファンの間にも、モヒカンスタイルが浸透。チームの快進撃とともに、選手やファン、老若男女問わず、 模擬ンにする人が相次いだ。ありがとうございます。